こんにちは、シャンシャンです。今回は、草書を覚えようです。この筆ペンを使って、草書を書いていきたいと思います。今回書くのは、名字の金子さんです。金子さんは、全国で47番目に多い名字です。29万6千人いらっしゃるようです。関東地方と新潟県に多い名字です。金子とは、古文ではお金のことを指します。持っている紙幣や硬貨で金額以上の価値があったら嬉しいですよね。硬貨で価値があるのは大きく分けて3つです。発行枚数が少ないもの、何かしらのエラーがあるもの、枚数限定の記念硬貨です。昭和64年の500円玉は550円、昭和62年のなら1400円の買取実績があるそうです。穴が開いてない50円玉は20万円の買取実績があるそうです。買い物してお釣りをもらったら効果があるものか確かめたいですね。楷書、行書、草書ですね。草書はいろいろな書き方があるので3種類書いてみました。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で